はい、ということで本日からまた新シリーズ企画やりたいと思います。前回ノンタイトルのアンチコメントをやらせていただいたと思うんですが、はいはいはい、大好評だったということで。そうでもないそうでもない大好評だったということで、まあ、本日もノンタイトルをこすりにこすった企画を考えていきます。おお、さすが松尾さん。本日の企画はザ・ノンタイトルクイズを決めたいと思います。わあ、面白そう。第1弾として1話から4話までのクイズを事前にちょっと作ってきてもらって。面白そう。これ松葉さんも知らない。これも知らないです。誰が一番詳しいのかなっていうのを。いや面白い。いやでもさ、ノンタイトルクイズシーズン2でしょ、はい、我々出演者ですよ、うん、視聴者がクイズに答えるのは分かるけど、まあ、我々体験した身として答えなかったらおかしいでしょ。そうそう。けど結構むずいと思うよ。だって嘘装とか聞かれたらどうする。いやそれはキモ。あの時のぬりぼうの服装はとか言うと。いやそれはキモ。でも分かんないよ。視聴者さんの方がもしかしたら詳しいかもしれない。いや全然あると思うよ。いい戦いできるよ、うん、いやいいと思う。何が来るか全く分からない。で一応もう幅広くセリフでもいいし何でもいいんだと俺はもう言ってあるんで。確かにこれ出題者のセンスが出るね。これでマジでセンスない問題だったらマジで許さないね。うん、でまあ正式にちゃんとクイズ王なんでポイントもちゃんとつけてやりたいと思います。はい、ではちょっと今日第1弾ということでやっていきましょう。お楽しみ。はい、ということで、はい、まあ、ちょっと第1弾は6問あるということで。おお、すごいな。まあそれなりに皆さんちょっと1問ずつ掘っていってもらえれば、はい、第1問、はい、第1話で参加者が揃った時の席順は。いやむずえ、どっちから。楽勝、楽勝。あと、青木さん登場時、塗り棒いない時ですね。塗り棒がいない時。だから、5人の時ですね。はぁ、いや、分かるわけなくね。思い出そう。でも、さすがに隣は覚えてるよね。俺はこれ、分かるよ。ちょっと待って、怪しい。はい、OK です。余裕。はい、余裕です。これ多分いけるわ。はい、じゃあ、僕自信あるんでいいですか。いいよ。いきます。ドン。松葉くん、春田む、僕、ロウくん、モッチ、青木さん。僕も一緒ですね。うちも。はいはい、松尾くん、ハルタム、背中。え、すげえ、みんななんでわかんない。はいはい、まあ、じゃあちょっと答え見ていきますか。はい。これ合ってるでしょ。答えは写真なんですけど。え、答えがわかりにくいな。答えだって。いないいないいない。いない人いないもんだって。まあ、でもほら、まあ、これ青木さんまで、これ青木さんまで書いてないとダメってことでしょ。これが答えなの。いや、メンバーの席順だ。青木さんが来た時って言ってて、5人って言ってたから。青木さん僕メンバーだと思って一緒にやってたよ。6人。青木さんメンバーじゃないですね。いや、5人って言ってない。青木さんメンターだから。5人って言ってたよね。ほら、え、言ってるとするんじゃん。これ僕丸で囲っ、丸で囲ってるから。逆に青木さんいるからもう失格だこれ。6人だ。見て、丸で囲ってるから青木さん違いますよみたいな、孤立してますよっていう。書いたけど一応分かりやすくしただけ。いや6人で丸書いて違うじゃん。5人って言ったのに6人だよこれまあじゃあ全員正解です。はい、はいはい、サービスだぞ。え、これサービスだぞ。うるせえな。もう一回右上に書いててください。1ポイントです。はい、ということで、まあ、第1問は皆さん無事に正解したということですね。まあ、もうこれくらいは余裕ですね、さすがに。さすがにね。でも結構怪しいよ。このレベルが出てくると思うと今後。じゃあ次、第2問いきますかね。はい、第1話で、チームギメロンスの時に、僕が怒って席を外した時、セナ君が言った言葉は。わかんねえわ。セナ君が最後一言放って、松葉君が出てたこと。出てく時に言ったんでしょ。出てた時に言った。ね、これはそこ僕が出るとこまで動画があるんで。なんで？え、なんで？何を目指してるの？まずは君は体重何キロ？それだけ答えて。体重はどうでもいい。マジマジマジ。何キロ？70キロです。な、君は大丈夫？55。君は？マジ言って。なんで？いや、いいから。75。75？ 今から20キロ落として試合やる。そういうのがいらないって言ってたんですよ。やれ。今。試合決定。ベランダでやってくれいいじゃん。あ、出たでさ、寒い寒い。はい、ここですね。この後に、はい、分かりました、思い出した、全然分かんない、全然分かんないんだけど。え、これさ、ちょっとどうする。完全回答きついじゃん。うん、ニアピンしよう。ニアピンだったら正解でいいんじゃない。僕もニアピンだと思う。ワードのほぼ一緒、うん、ほぼ一緒。マジで覚えてない。僕ね覚えてる、もうこれ。それ言ったのには覚えてるよね。言ったことを覚えてんじゃなくて、僕だったらっていうのでも分かる。この時のことを想像したら、僕だったらこれを言うでいくわ。これ多分合ってるわ。いや、セナ君が言いそうな言葉書いてると分かんないから。え、そう、僕が言いそうな言葉を言えば当たる絶対これ。あ、分かった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 。なんでそんなピンとくんの。分かったぜ、これは分かった。はい、もうこれ絶対これ。セナを表を下ろしてきた。そうやめて、セナ下ろして。なんかえ、うちもセナ下ろした一言がくるので、まあセナ下ろせば多分いける気がする。じゃあ俺から言っていいですか。何も成長してない。あー、似たっぽいわ。何も変わってない。あ、だから2や2や。え、違う、これじゃない。
逃げるなら帰れよ。そんなこと言ってない。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 言ってないよ。言ってない。帰れよは言ってない。帰れ。言ってない。じゃあ僕、うん、大本命。大本命。学習能力ない。あー、待って言ってたかも。言ってた。わ、なんかそんなこと言ってたかも。学習能力ないなんて言ってたっけ。いや、こっちは聞き覚えがあった。なんか成長してない。なんかシーズン1から成長してないみたいな。そう、僕シーズン1からこれ言ってた気がする。言ってたかな。僕ね、こんなシーズン1から成長してないじゃんみたいなことを言ってる気がするから、うん、正解こっちかも。答え、はい、いけますか。はい、ちょっと前らへんからいけますね。あ、出たでさ、寒い寒い。出た出た出た。ほんとそう、いなくなればいいと思う。おもろいと思ってない。だるすぎる。ほら、孤立しちゃう。いなくなればおもろいと思ってます。学習能力がほんとにない。うわ、すげえ。すげえ。すごくない。だってすごい。学習ないね。はいはい、すごいわ。え、すごい。すごくない。マジで覚えてなかった。僕もマジで覚えてるっていうか、自分だったらっていう、この時のことを思い出して言う言葉を言って、はいはい、すげえ、こっちが正解だと思ってた。いやー、悔しいわ。そうですね、これはじゃあ、セナ君が正解。まあでもこれちょっとラッキーだよね、僕にとっては。くそ、ワンピースの考察より難しいわ。ん？ん？ん？すげえ読み込むじゃん、ワンピースね。はい、第2話で、セナ君が松葉君が営業ガンガン行く必殺の作戦あるんだけど、と言い松葉君に伝えた作戦名は。え？はいはい、分かった。もうあれでしょ、あれでしょ、あれでしょ、あれだよね。のやつ。あ、でもこれ、でこれさ、一語一句にする。そうで、これ当てなきゃダメだよ。はい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 。でもえ、作戦名ってあれで合ってるのかな。まあこれはでも合ってるとは思うわ。じゃあラオスさんからお願いします。うん、もうこれみんな、作戦名は、はい、松葉はバカじゃない、馬だ。おお。一緒です。一緒です。待って待って、はい、違うんだけど。え、何があったの逆に。ちょっと余分なもの入れちゃった。ないない、バカにしてんじゃないのそれ。松葉はバカじゃない、ただの馬だ。ただの馬だっているの。あ、でもワンチャンあるかもね。なんか言ってなかった。作戦名でしょ。いや、僕もただのがどっかに入る気して、ここから、うん、え、松葉はただのバカじゃない馬だって言ってたような、ただのがどっかに入って気もしなくもないね。うん、ちょっとじゃあ答え見せていいか。見よう。松葉くんが営業をガンガン行く、うん、必殺のさ、この作戦あるんだけど。作戦名は松葉はバカじゃない、馬だ。おー、だからやっぱ合ってますね。馬だ、ただのなかった。これさ、文字に起こしたらマジでヤバくない？これヤバい。なぜこの言葉を言ったのかという怖さというかね、プチ名言みたいにされてるしね。今は、あ、さ、僕さ、でない、僕今パワー落としたの結構痛いよ。ニアピン賞くれない？ダメだ、これ一番ただのはやっぱね、ただのはまた違うぞ。ただのはさらにちょっとバカにしてるもん。はい、第4問ですね。はい、お、来ました、第4問の話です。はい、ヒカルさんが負けたチームブルーに言ってくれた言葉、負けて〇〇を知っただけ、この〇〇に当てはまるものは。え、僕が聞いた質問なんだよね、多分。これ全然わかんない。4話でどこの回だっけ。え、ミクルさん、ヒカルさんが来たっけ。俺がいなくなった時に。じゃあちょっと行きますね。はい、僕的に家庭はあんまり関係なくて、最後に買ったやつが正義みたいなとこあって、なんかやっぱしつこいやつが僕勝つと思ってるんですよ、世の中って。うん、本当にこう諦めないやつが勝つようにできてるというか、もう僕もそれで言ったら失敗なんて山ほどしてきてるんで。でもやっぱその時に諦めなかったから今があるんで、まあ、それは見てる君も多分同じで、一回負けたぐらいで格闘家辞めてたら多分あそこになってないし、はい、負けてもまあ立ち上がるから。でもなんか言ってたよ確かに。ちょっと書くわ俺。負けいや、響いてなかったんだろうな。負けただけ、負けって何々を知っただけ。いや、これヒカルさんのファンから叩かれるって。負けて、負けて、これ言いそうだなっていうのは。え、これ本気で当てに行くよ。じゃあヒカルさんこういうの言うかな。アニメとか見るから。漫画か、これだな。僕から言っていいですか。はい、いいよ。負けて己の弱さを知るだけ。言わない。言わない？やのれとか言わないで。こんな臭い言い方言いましないヒカルさん。髪型だけもしかして。もっとスラッといくんで多分ヒカルさんって。いや、ちょっと出してくださいよ。じゃあ僕行きますよ。うん、負けて悔しさを知っただけ。ああ、なんかそれも多いな。これくらいでも違うんだよ。なんか思ったけどクイズにしてるからさ。でも違うんだよな。いやでもこんくらいスラッとしてないヒカルさん。スラッとしてる、スラッとしてる。もう本当に少し。出してるんです。行く？俺。
多分これ合ってると思うんだけど、負けて失敗を知っただけ。あ、まあでも僕は こっちか悔しそうだった。なるほど、なるほど、なるほど。もしくは実力を知っただけみたいな。あー、なんかぽいかも、ぽいかも。実力は、負けて失敗をしただけか、負けて実力を知っただけ。自分の実力ってこんなもんだな。どっちにするの、結局。どっちもいそうなんだよ。ヒカルさんってどっちもいそうなんだよね。いいか決めて。僕だったら失敗。まあ、下だね。うん、失敗だね。下、下、実力。実力、ね。実力でいきます。はい、お持ちは、勝ち方。勝ち筋みたいな。あ、分かる。これもじゃあ分かる、これ分かる。こっちかこっちは、こっちの、なんか自分の、なんか愚かさを気づかされたみたいな方なのか、ね、うん、これによって、次につながるね、そう、次につながるプロセスっていうか、まあ、なんか、そういうのを導き出せるっていう側のどっちかだと思ったんだよね。まあ、どっちかだろうね。その線で言うと。まあ、そうだ、俺だね。おぉ。まあ、でも、まあ、でも、己の弱さと実力ってイコールだから、ね。ああ、じゃあ、実力だから。じゃあ、一緒だ。実力と己の弱さ違うんですよ。で僕だけなんか感情論だよね。うん、答えいけますか。気になる。え、うちさ、マジでね、ちょっと触ってもらったら分かると思うんだけど、傷んでないんだよ。おぉ、すごいよ。傷んでないわ。うち傷んでないんですよ、こんだけブリーチしても、うん、でしょ。なんで？で、うちさ言ったじゃん、シャントリーボディで髪質改善されたって。あ、それでなんだ。多分そうで、3ヶ月ぐらい使ってからめっちゃ髪の毛がしっかりしたんだよね。でもそれ言ってるよね、うち、その時にね。でも髪質改善されるよ、うん、理論的にも間違いなく髪質自体はトリートメント普通に使ってる人よりも早く髪質は改善されるので、プラストリートメント使うとより良くなるって感じ。もう僕もそれで言ったら失敗なんて山ほどしてきてるんで、でもやっぱその時に諦めなかったから今があるんで、まあ、それは見てる人も多分同じで、一回負けたぐらいで格闘家辞めてたら多分あそこになってないし、はい、負けてもまあ立ち上がるから結果ああなってるんで、うん、まあ、負けって気にしなくていいかな。負けって結局成功しない一つの方法を知っただけなんで、はい、うん、成功しない素晴らしい一つの方法、うん、はい、だから成功じゃなくて失敗、でも本当に失敗の一つを知っただけ、うん、ああなるほどね、失敗の単なるサンプル1を知っただけでしょっていう、うん、はいはいはい、はい、こっちだったんだね。だからこっちは正解だ、こっちだったら正解だよ、失敗だったら。悔しい。いやいや深いね、深い、さすがヒカルさんの。これはまあ確かにうなずく、悔しい。昨日自信満々にヒカルさんインストールしたわこれかよちょっとミクルさんの方出しちゃった、ちょっと。ああ確かにね、ブレイクなので言いそうのね、勇敢己とか言うびくりさお前の弱さっていうかもしれない。じゃあ第5問、同じく第4話ですね。ヒカルさんが登場回でハルタムが大激怒したその理由は。ああ、これは余裕じゃん、うん、これ動画見ますか、いらないですか。余裕です、これいけます。これ厳しくジャッジしよう、厳しく。えどういう厳しく。物語に描かれてるようにハルタムの感情とか置いといてね、うん、もちこからいきましょう。カデルを買わないって投資してるヒカルさんの前で言ったから。まあ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 、まあ、そうじゃない、まあ、僕も一緒、はい、カドレを悪く言ったから、高くて自分だったら買わない。おそう、おカドレは高い、僕だったら買わないって言ったんだよね、うん、一緒だ。俺ヒカルさんに失礼な発言をして怒った。厳しくいきましょう。だってそれ多分アウトでカドレを買わないって言ったっていう、そのでもそれをハルタムは失礼な発言っていうのちゃんとワードで言ってるから動画上。えでも理由言ってるでしょこれ、うん、この理由言ってるでしょ、うん、この理由を言ってるのであれば、うん、はいはい、俺が一番ずるくない？広く取ってる。え、だから、でも、それだけじゃないからさ、空気が読めないとかもいろいろあったから、それを失礼な発言っていうふうに捉えてる。でも、失礼な発言がこれ、絵としてだよね。みんなの勝手な考え方でしょ。え、じゃあ、一回見よう。ちゃんと確認しよう。はいはいはい。いや、これ、審判つけないとダメだよ。なんで、何を考えてんの？え、機嫌悪い。機嫌悪い。え？機嫌悪い人が機嫌悪いってなかなか言わない。わかんない。さっきの？わかんない。どうしたの？別でいいよ。でも二人の前で普通にカドレ買いたくないは言わないでほしかった。あ、そこ？カドレ、いやその一般人として別に僕はこういう意見なんだけどって言いたかったんだけど。まあ、いや、カドレはヒカルさんが投資してるからヒカルさんはいいと思ってる商品なのよね。だから自分たちが投資してお金を使って事業やってるからそれを否定するっていうのはあんまり良くない。なるほどなるほど。し評価は悪くなっちゃうね。ごめんごめんごめん、その全く悪気なかった。ここあったとここが答えだとしたら外れだよね。外れです。まあ全員正解ってことでしょ。いやいやいや、厳しくいこうって自分にしたんだよ。厳しくいくんだよ。
で、なしです、松葉さんは。でも塗り棒がって書いてないからなしじゃない？あ、塗り棒の発言。あ、じゃあ合ってるわ。合ってるわ。誰の発言か書いてないから、厳しくいこう、だから。るためじゃあ僕だけですか今回正解は。1、でもロークが言った可能性もあるからね。そう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 。あ、いいこと言うね。いいこと言うね。問題なんだっけ、問題なんだっけ。問題は、タルタムが怒った理由はだけ。タルさんが来た時に、とかあったでしょ。ヒカルさんの登場会でハルタムが大激怒した理由は。ああ合ってるわ。塗り棒の発言でしょ、だから、うん、合ってる合ってる。誰が誰が、ん誰が、ネクスト問題、ネクスト問題。じゃあ全員正解するから、ロースだけ正解するから。それどっちか決めて。じゃあ全員どっちか決めて。おいおい、じゃあ全員でいきましょう。じゃあ全員でいきましょう。じゃあ全員でいきましょう。総合得点だから全然違う。まだあるから問題。そうなんだ。そうそう、だから今回は 6問にしてるだけだから。なるほどね。ラスト問題、はいはい、これも同じヒカルさん登場会ですね。はい、せなくんがカドレをあんまり宣伝してなかったイメージと伝えると、丸々できるものが一番大事とおっしゃっていました。ああ、分かった。余裕。この丸々に入る言葉とは。はい、じゃあラオスさんからいきましょうか。これ多分合ってる。はい、いきますよ。はい、ツイートできるものが大切。ちょっと待って、まあ、確かに2カテゴリーしたけど、この動画が答えだからね。うん、えはい、じゃあ、いや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 、自信ある人。はいはい、俺多分あると思う。じゃあ松葉君、せらくも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 くいいえ、くもかんちゃう、やめろ。僕はあのストーリーにあげれるもの一緒です。インスタのストーリーにアップ、気軽に投稿ができる。ストーリーとか。どっち？いや、これは抽象すぎじゃない？じゃあ、だって、一旦答えるよ。結局、俺、今までいろんなビジネスやってきて、めっちゃずっと売れていくビジネスが何かって言ったら、ストーリーでつぶやけるもの。ドライヤーやりましたってストーリーでつぶやくやつおらんから。うん、これなしです。なんで投稿ってストーリーズも入るじゃん。でもまあ、ストーリーズも投稿じゃん。でもまあ、ラオスがダメだったらモッチも必然的にダメだよ。なんでこれ、あげ、OK なのはさ、そのインスタのストーリーってことじゃん。いや、インスタだと思って書いてるよ、こっちは。ツイートなんでも当たるものだと。具体的なのをっていうので言ったじゃん、その最後の。だから、これはさすがに投稿できるわ。だって、YouTube 投稿もありになっちゃうから。僕と黒谷君が正解でございます。はい、僕5点。もう4点。3点。しこれでもう、モンタイトロゴの座を手に入れたわ。まあでも背中用の問題があったからね。まあ確かに有利だったね。あれはちょっとでかかったね。確かに有利だった。モンタイトルウォーってダッセーけどね。おお、それはいやいろんな人的に回ってる。いや、僕だってモンタイトルに誇り持ってるもん。出させてもらったこともそうだし。いや誇り持つのはいいんですよ。モンタイトルの王、モンタイトルの王で、キングオブモンタイトルね。そうそう、キングオブの M1 みたいな、キングオブコメントみたいな。はい、ということで、まあ第1弾どうですか。ちょっと優しかったですか。いや、いいぐらいじゃないの、うん、ちょうどいいぐらい。結局自分の発言聞い取ってもらえてるだけじゃん、クイズ、うん、じゃなかったら多分一緒だもん、正答率こんくらいじゃない。いや、わかりやすそう、楽しめそう、一緒に、うん、これより言ったら結構しんどいって。いや、洋服とかね。洋服とか無理。ナオマの洋服、ナオマのラオスの洋服の色は無理。ラオスは当たりそうじゃないから。ラオス3色くらいだね。じゃあ、次回は第2弾ですね。皆さんお楽しみにしててください。はい、面白かったら高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。またバイバイ。バイバイ。